こんにちは、メンタリストのダイゴです。賢いシリーズにようこそ。傘にこだわると雨の日も楽しく過ごせるね。色彩心理学の研究によると、赤色は人の心理に影響を与えると言われています。トランプ大統領や安倍総理など政界のリーダーの多くが節目節目で赤色のネクタイを着用しているの、よく見かけない？人は赤色を目にすると太陽や炎の熱く活発な様子を連想し、エネルギーや情熱、興奮などのイメージを感じ取り、脳の興奮レベルが上昇していきます。そして赤を身につけている本人も自分が強くなったように感じます。だから聴衆の心を動かしたいとき、自分の存在感を強くアピールしたいとき、パワータイと呼ばれる赤いネクタイが勝負タイとして活用されてきたの。そしてこの赤が持つパワーは恋愛シーンでも役立つことが分かっています。特に男性が女性へアプローチするときに赤を巧みに使うことで、他の男よりも優位な自分、自信にあふれたイメージを伝えられるみたい。赤が持つ力は遺伝子レベル。動物を例にとってみよう。大きな群れで暮らすマントヒヒのリーダーは、お尻の赤さを周囲にアピールすることで多くのメスを独占しているし、ケンカチョウという鳥を観察した実験では、オスの足に赤いバンドをつけてグループに返すと、なんと高い確率でリーダーになるみたい。ロチェスター大学のアンドリュー・エリオットは、赤を着ている人が異性からモテることを発見し、これをロマンチックレッド効果と名付けました。赤を身につけている男性は社会的に高い地位にあることを連想させ、それが女性を引きつけると分析してるよ。これだけのパワーを持っている赤、うまくファッションの中に取り入れたいよね。とはいえ、赤のジャケットに赤のパンツみたいなのはやりすぎ。靴下や財布、スマホカバーなどの小物にさりげなく赤を取り入れるのが効果的じゃないかな。そういえば皆さん、今恋人はいますか？ドキ。いないけど欲しいぜっていう人は、僕が監修しているマッチングアプリ Wiz を始めてみてください。あなたの性格から理想の恋人候補が見つかるはず。今見ている動画の右上ボタン、もしくは概要欄からアプリを今すぐインストールしちゃおう。素敵な恋人も短期集中型で見つけましょう。あ、そうだ、プロフィールはまめに書くんだよ、覚えといてね。あ、それとこのシリーズは好評につき、これから定期的に配信することにしたよ。だから見逃すことがないように、ぜひここからチャンネル登録してね。ポチッとね。